サームって賛美歌とか聖歌とかそういう意味らしい、ね、そうなんだね。 OK OK、やっていきましょう。あー、すっごい画質、うわ、すごい、なんかリアルじゃない、 VHS なのにすごいリアルだね。どんな感じなんだろう。もう歩ける感じですか。あ、今歩き始めたね。おお、これは過去の動画っていう体なのかな。あー、そうかもしれないね。でも芸能人さんのインカメみたいな、なんかピンのカメラなのかしら。かもしれない。わ、アイチじゃない、ピザだ。ピザだね。ん？なんかギター弾いてる。ハエがたかってる。あら、美味しそう。美味しそうか。これなんだこれ。美味しそうだよこれ。なんかフェイタルミッドナイトで見なかったこれ。確かに確かに。あ、ミートボールスパゲッティだね。うん。これどんどん進んでいい感じかな。なんか音楽聞こえる。あ？音楽は聞こえるね。開かない。フェイタルミッドナイトかと。これに回収レント入ってたけど。お、こうやって揺れるね。ズームできる。うん。あ、ここ触れるよ。およ。え？え？何？何何何何？あら。あ？あら。あ、開いた。開いた。あ、こうやって何かを見つけると次に進んでいくって感じだ。そういうことだ。うん。なんかロンのお父さんみたいな顔だったね。そうだね。昔のブルース・ウィルスみたいな感じだったね。あ、そうだね。ジョン・マクレーン警部の時の。そうそうそう。ん、なんか人の見込みみたいな声が。うん、あーまあまあまあ。あーまあ。あーね、あーねつ。暗いねこの部屋は。ぬん。なんだ。あ、テレビついた。あら。あ、なんか聞こえる。なんか聞こえるぞ。近づいてえんか。おさわり。触れないわ。なんですか、なんですか、なんですか。なんですか。リモコンとか。なんだこの人。なーにゃー。この体なんだ。ボロボロやん。ボロボロだマジで。ボロボロレベルがちょっとやそっとじゃないよ。いや本当よ。あ、今なんか出たね。あ、なんだ。目玉だ。うん、目ん玉だ。両目取れちゃったパターンの目玉の親父。そんな感じだったね。めちゃくちゃリアルだね。すごいね、やっぱ最近のゲームって。お、ここにもテレビ。どういう。でもこれはちゃんとブラウン管って感じだね。本当だ、分厚が、うん、分厚がある、分厚がある。なんかある。動いてる。なんか動いてない。おっと、あ、それでいいんだ。およー、およ、お、触れる、触れる、ゲッチポチッとな。あ、これ何。あ、似たような画面じゃない。うん、そうだね。でも森だ。あ、車、車で後ろ撮ってる感じかな。ずいぶん音の音質が良すぎる。ね、このテレビにしてはね。チューリップ。あ、この横のを見てる。めっちゃ綺麗。画面見ないで。小屋だ、小屋。テレビスタッフとか、なんかいたよ。でもなんかいたよね。何何。なんか見てたね、こっちのこと。なんかいたよね、君。あ、いらっしゃ。本当だ。あれ？最初のシーン戻った。割とループしてるかもね。うん。あれ、あ、あっ。え？これは知らんぞ。あれれ？なんか賛美歌を逆再生したみたいな。確かにそうかもしれない。逆再生でしたね。何かを見た。あら、あら、おー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 、君でした。これだったわ。あー、自動ドア。うわー、なんか溶けてるみたいなシーツ。閉めちゃった。ん、なんだ。ん、なんだ。あ、今右端、ん、ベッド脇に人いた。なんか何か引っ込んだ気がした。
気がしただけかもしれない。あれ？なんや。全然ワンじゃない。あ、しかも消えない。近づけない？近づけないか。あ、今は近づけるけど。うん。別に何もいないか。あら、こっちなんか。霊障が起きてる。霊障起きてるよ。どこですか？あ、なんかライトある？それ。本当だ。あ、掴める。嬉しい。なるほど、暗すぎて進めなかったのか。あ、そういうことか。冷蔵庫の置き場所。あら。あら、え？それはかかってるだけ？かかってるだけか、さすがに。いいぞ、こういう雰囲気ゲーム好きだぞ。あら、あら、いた。まだいるじゃん。あら。ルルルル。なんだ？あ、テレビ。テレビじゃない。テレビじゃない。寝室だったわ。もともと来た部屋だね。来たとこだったわ。え？今引っ込んだね、なんか。何これ、手持ちの懐中電灯割れた？割れ、あ、そういうこと？勝ち割れた。その音か、今の。あら、あ、しまった。あら、いい朝日？いい朝日ですか、これ。あらあら、事件解決？うん、よくわからないけど、いい朝だ。壁に書いてあるあれは何でもないのかな。あれかな、うん、すごい、外からの光なのに夕日みたいに自分の影がくっきり映ってる。これもつけろってことか。お、3つの音楽が奏でるとってことだ。なるほど。あ、これもつけろってことか。なるほど。オッケーオッケー。どう？どういう仕組み？あそこにもあるわ。あ、ほんとだ。あれは3つと表現してるけど全部ってことだったのか？っていうことかな。これで満足か？どうだ？あと3つじゃないといけないのか？これを止めろってことか。あ、綺麗な音楽になるようにとか。どれか邪魔者がいるのかもしれない。あ、合ってた合ってた。なるほど。なるほどね。おや。なんだこれは。どういうことだ。おや。お。おい、扉ガンガンすんじゃない。ああ、本当だ、扉ガンガン。あ、買おう。これだろう。こんな靴のケースみたいなのに。これ関係ないのか。嘘だろ。ああ、関係あった。ああ、関係あったわ、さすがに。お、なんだなんだ。おい、棚が倒れとるやん。当選簿。わ、何？あ、棚が。棚が治った。棚が人になった。あ、開いた。おや、あら。子供部屋ですか。あら、綺麗なお空。これ、ありそうですか、これ。クマチン。クマチン。いや、キツネチン？キツネチンだ。なんか、お絵かきしてあるね。かわいい。うん。ね、すっごいガ ガニ股のヒーローいなかった。嘘、ほんとだ。なんかピューピュー言ったね、今。あら、君、グーテン、ガーデンオブバンバンにいなかった。あ、開いた。あら、お邪魔しまーす。あれ、あれ、開いた、大丈夫。ちょっと、あれ、ほら、あれ、なんでもない。あ、あ、開いた。もっと開いた、なに、あこやんけ。あ、なんだ。お、触れますよ。何が入ってるの。なんかさせるのか。なんじゃろうな。鍵か。鍵が必要なのか。あ、それなんか書いてる。1、2、3。そうだ。あ、キッチンの上。家周りでアフラックガーデン。うん。なんだあれは。猿？ペンギンか猿かとキツネだね。うんうん。でちょっと戻って。オッケー。置けばいいんだね、ちょっと。うん。あそこの椅子か。なるほど。おままごとすればいいんだ。じゃあまずはキツネハン。キツネハンも取るでしょ。アヒル、あ、なんだ。あ、え、あ、君違う。あ、鍵。鍵。めっちゃ綿みちみちだね、このクマ。本当だね。取れない。取れないじゃん。もうめっちゃ左クリックしまくりながらその辺こう。ほら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 。おい、来た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 。おち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 。これ鍵開きそうじゃないこれ。確かに。そこにアヒルちゃんとか入ってんのかな。かもしれない。あ、あ、いたいた。おかか。ちょっとよくわかんないやつ。あ、やばい。場所整ってる。とりあえず置くだけ置いてみようか。よいしょ。3番目に暗くなってほしかったんですけど。ねえ、これでしょ。これでしょ。はいはい。これだね。あとアヒルさんか。あ、いたアヒル。あ、いた。かわいい。待って、これで。おしゃれなスカーフ巻いとる。準備整ったわ。オッケー。お、なんか会話してるよ。
なんでみんなちょっと顔背けてんの。ほんとだ、みんな見てない。女の人だ。女の人だった今。え、なんか可愛いエイリアンシャツじゃなかった。あ、ほんとに赤いお洋服の白いエリシャツみたいな。あ、ほんとそんな感じだったか。全然見てなかった今。んで、まあ順番合ってたってことかな、これで。うん、そういうことやね。うん、かわいいね、なんか食べてるね。あら、なんか、ね、そんな内臓的なのも食べてる。そんなん食べたくないよね。あ、なんかいる。え、なんだこれ。上半身と頭。なんや、なんでや、なんでや、なんでそんなこと。お、え、これ体。ああ、さっき右手なかったもんね。僕の体を見つけてってこと。え、じゃあどっか下半身ある。あ、いや、あ、導かれている。あ、目玉。あ、いた。おるんかい。パジャマか。パジャマだったわ。どうした、どうした。ないこれで消えるんだ。どうしたの、ちゃんと言ってくんないとわからないよ。ほんとよ。ここは何、便所ですか。あ、めっちゃ歯磨きたくなりそう、その感じねえ。あ、なんだそれ。あ、ガラス片だ。鏡。うん、危ないね。お、それペリョンできるんじゃない。ペリョンできるわ。お、私の正体がわかりますか。あ、集めんシャイということですか。集めるんですね。なんかもう中好き好きやん、このお風呂。ほんとよ。あ、でも、あ、いいね。シャワー出したら、あれかな、湿気で。あ、見えなくなる。脳から見えなくなる的な。なるほど。じゃあ、最初から見えなくしといてほしいんです、それは。お、それも。あ、これもだ。やったやった。あ、うん。いいね、あったね。あったあった。おりゃ。さあ、見せよ、我が姿。あら。いや、もう。まあ、分かってはいたんだけどね。知ってました、あなたがボロボロなのは。この人とさっきの子がどんな関係なのか。お、あれ終わった。さっきの子に襲われた体がボロボロってこと。まあ自分はもう死んじゃってて、うん、あ、まあ最後のその景色とかを追体験してたのとか、なんかそんな感じなのかな。あ、そういう感じかな。うんごかがうまい。なんかこうだんだんと自分で怖いものを凝視しなきゃいけないっていう感じのゲームだから、本当に苦手な人は怖いゲームだろうなって感じだね。そうだね。あ、そう、うん、確かに自分から見に行かなきゃいけないもんね。そう、見ないと絶対先に進めないから。ホームシックっていう昔やった、うんうん、軍艦島をテーマにしたホラーゲーム。うーん、なんか見たことあるな、うん、最終的に自分の姿を確認して、うん、自分が死んでることを把握して、はい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 、ようやく成仏できるみたいなオチだったから。うん、これももしかしたらそういうオチなのかもしれないね。かもしれないね。なんか大手だとあのシックスセンスとかさ、なんかそういう感じで。あ、まあそうだね。自分の現状を知ってっていう。うんうん。サーム、こう支援5編の、うん、Q がなんだかわかんないわ。彼らの口には真実がなく、うん、彼らの心には滅びがあり、その喉は開いた墓、その舌はへつらいを言うのです。うん。が5の9だった。うん。じゃあ13がちょっとわかんないね。よくわかんないわ。わかんないからね。ああ、実際のこと言えないわ。うん。めちゃくちゃやりやすい割にはちゃんとしっかりホラーシーンもあって。うんうん。全然だれないし面白かったね。ね、めっちゃ面白かったね。うん。はい、ということで、良ければチャンネル登録、高評価でね、なんかいろいろ考察もね、したりそうなゲームではあったから、みんなの思ったこととかあったらコメントいただけたら嬉しいです。はーい。はい、じゃあまた別の動画で。バイバーイ。バーイ。